行こうぜ、直204くばれ、質問ご視聴本当にありがとうございます。更新の励みになりますので、グッドボタンコメントよろしくお願いします。ということで本日緊急発表、超重要案内、全員必見っす。ということで、なんとなんとですね、 LINE 社厳しすぎです。以前使っていました公式 LINE がバンされてしまいました。ということで新しく公式 LINE 作っておりますので、必ずご登録お願いします。最近ですね、いきなり公式 LINE が使えなくなる事例が多発しております。この LINE もいついきなり使えなくなるか分かりません。そういった時に連絡が取れるように、この LINE に登録してもらうと予備の LINE の案内がありますので、そちらも必ずご登録しておいてください。有益な情報をたくさんお届けして損はさせません。告知です。明日9月26日の木曜日20時半からノード自動化プロジェクトズームセミナー第3回目を開催します。平日希望がたくさんありましたので、第3回は平日夜の開催となりました。第1回目220名、第2回目190名を超える方々にご参加いただきました。質問もバンバン来てめちゃくちゃ盛り上がりました。参加していただいた皆さん本当にありがとうございました。ノードエアドロップ、間違いなく今一番ホットなものなので、自分でやるにせよ自動化に頼るにせよ絶対に手を出しておいた方が良いです。9月26日木曜日20時半からノード自動化プロジェクトズームセミナー第3回目を開催します。ズームリンクは本日ご案内した公式 LINE で配布しますので、必ずご登録お願いします。で、今日はですね、ちょっと話したいことがあるんですけども、コントロールできないことは気にしない、コントロールできることに全力を尽くすという久保が核にしている考えがあるんですね。で、今回の LINE 社の対応も久保にはどうすることもできないわけです。結果を粛々と受け入れて、できることを全力でやるだけなんですね。配信内容を変えてみたり、また使えなくなることを見越して別の SNS でやり取りしたりと、できることは無限にあるわけです。相場もそうですよね。例えば自分がとある仮想通貨を持っているとして、それが上がるか下がるかはコントロールできないわけです。出来高が超薄くて価格を動かせる場合とかは別なんですけれども、自分ができることというのは、その仮想通貨を徹底的に調べて、上がったらこうしよう、下がったらこうしよう、横横だったらこうしようなどと行動を決めること。画面に張り付いて祈っても何も変えられません。コントロールできないことは気にしない、コントロールできることに全力を尽くす、この考えで人生うまくいきます。それでは今日も一生懸命頑張って理想の未来を作っていきましょう。久保についてくれば大丈夫です。ディスコに入れば完璧です。今日の動画いいねと思ってもらえたら、チャンネル登録とグッドボタン、通知ボタン、応援コメントよろしくお願いします。